偽サイト詐欺があったうちが。今リネンシャツが結構まあちょこちょこじわじわ売れてきとんだね。これ少々です。これ宇宙人間なんだよ、岡部なんだね。一個テストで買ってみる。いや届かないだけです。この動画見て、いや実はこれに騙されたんだよって人、連絡来てほしいね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、ちょっと偽サイト詐欺にあったうちが。マジでガチで。うちらなんですか。利益の偽サイト、偽物でしょ。偽物な偽物ですか。利益あのですね、なんか今リネンシャツが結構まあちょこちょこじわじわ売れてきとんだね。すごいよ。本当にね、まああんまり宣伝ばっかりしても分かんないけど、まあ大事なこと、本当にめっちゃいいやつだから、俺あんまり売れてねえなと思って、本当すごいよね。あの動画本当ガチだから、あの、体柔らかくなるとか力がつくとか、動画見たことあるよ。何で言ってねえんだ、ほら。見たあれ。見てます、見てます。あれ撮影、もう本当リアルだよね、あれ。で、あれがさ、なんか、今、まあ本件もめちゃくちゃ売れてるみたいで、うちはまあ現場に特化したようなやつを作ってさ、売っとんだけど、なんかさ、まあそのリライブの担当してくれとんだけど、何偽サイトがめちゃくちゃできとると。やばいよ本当に。偽サイト、いやこれ俺見たんださっき。ちょっとこれどうやってこれ少々見ます。これ宇宙人間なんだよ、岡部なんだね。これでしょ。あ、え細い、これいや細くないって。細くない。画像同じだな。細くないですか。細いから、その時細かったかも。いや、めっちゃ細いです。値段も下げとるの。値段下げてますね。下げる。ああ、下げアンダーシャツ。誰が作ったんだろうね、これ。多分中国のサイトかなって思うんですけど。これリライブってさ、この服に効果があるんじゃなくて、そのこの服もさ、なんかその、まあ動画でやっとるわ、あのなんか特殊な生地を作る会社さんにわざわざ行って、カバラス加工っていうのを生地に加工かけて、その消臭とかその冷感みたいな、なんかいろんな機能がついてるんだよね。でそれプラスリライブっていうのの加工、それはなんかもうプリントみたいなのするんだもん。こうやってこれ作っとるから、まあまあ高いわね。だけどただの同じ形の。いや送られても来ないと思います。あ、そういうこと。そうです。あ、やばいね。おまけ詐欺です。詐欺、詐欺です。あ、そういうこと。そうです。支払ったらもう最後。ほら、これもまた別サイトだよ、これ。怖いね、これ写真ほら。完全じゃね、もう。あ、タイミッチ行くんじゃない。だからその画像盗まれとんだよな。あ、カンタ君。これ予想サイトだよ。え、かっこいいよ、カメラ。やっぱ出てるよ。え、か、え。やばい。これまた違うやつ。え、普通のメンバーじゃないですか。あるんだ。盗まれてる。これ検索したら出てくるの。リライブ、はかどるで検索すると結構いろいろ出てくるんですけど、うん、その中でも結構上位になって。マジ。ちょっと一個テストで買ってみる。いや届かないだけです。すごいね、これ絶対合わない。あ、6月28日現在の店舗情報って言って、注文入れば注文完了しました。これも偽物。これも偽物。そうです、そうです。秋田県のゲストが注文しました。これ通されるとどんどん閉じて、またどんどん新しいサイトを作って通報しながらだね。じゃあそう、そうなんですよね。すごい、うちの全部です。みんな本当にサイトから全部盗まれてるんですよ。まあ、かっこよくね。そう、文字情報っていうか、あの商品情報も全部コピペされてて、マジ。あんな服も、まあ、違うよね、やっぱこの同じような画像だけど全部違うよね。あんな服も切れちゃうんですね。ん、あの写真で服もこう違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 う、バカだ。だからでカメラも全然傾いてる。本当にお前あかん。聞いたくなって。あ、服も違う違う、こういう写真をだって本当にね、視聴者の皆さん、ちょっとあのリーピーでね、あの勘違いしてる感じで言っとくよ。うちのサイトのこの画像を使ってんの。なんなんだか、殺せない。顔入ってる。入ってないよね、顔。俺もう俺さ、結構 YouTube を4年やってるから、カメラ大体画角と 0.78 でいっとって、この高さだったら俺顔入ってねえなとか、なんとなく分かるんだわ。じゃないけど、それまあまああので、これうちがどこ、アマゾンと、アマゾンやってないよ、楽天とベースベース
で、URL はこれ毎回貼っとるんだね。そうですね。YouTube に。リライブは。だから必ず URL から買ってください。で、どっちもお得なの？お得。まあ、楽天視聴者、どっちが得なの？楽天を使ってる人からしたら楽天の方が、多分ポイントがつくんで。ああ、そういうことだ。はい、ああ、なんか得なんだ。ベースでも売れとるんだよね。ベースでも売れてます。うん、ちょっとじゃあ、視聴者の皆さん、ちょっとあの、興味あったら、あの、買ってください。ね、ちょっといいから、マジで。ちょ今の言い方いかんなんだろう。イエピのワインやな、俺なんかうさんくさいみたいな。じゃあなんか俺さ、うさんくさいよね、今。自分がさ、なんかうさんくさい感じるけど。あと、購入者からの、あの、リアルな声でも、それこそゴルフのあの、飛距離の伸びたとか、うん、あ、ほんと、あ、なにインスタで来たの、じゃあそれ送っていって、いやいや、社長に聞いて聞いてないから、連絡先は、いや、なんかそう言ってたじゃん、なんかインスタがなんかすごい、なんかあ、インスタでも止めてくれてる人もらってたりとか、購入者の人に連絡取っても取らせてもらって、で、生の連絡してくれたので、それ記録残したの、どうですかって言って、あの、リピートで買ってくれてる人に聞いたんですよ、 あ、電話で、そうです、直接話させてもらって、うんうん、で聞いたらもうすごい感動の声でも話してくれて、ゴルフの話もされたんですけど、私がいかんせんゴルフに詳しくないんで、うん、社長と直接話したら、ああ、そういうことか、本当にすごい、一回ちょっとリエビちょっと一回着てみて、はい、一回着てみます、体の可動域も広がるし、もう全然違う、で俺は本当にその何だか令和のことだったんですよ、あの YouTube の昔テレビ、その声が下がるから視聴者も分からないよね、あ、はい、すみません、分かんない、令和の虎、令和の虎、で、令和の虎知らん、 YouTube 知らないです、すみません、結構すごい、ちゃん今もすごい見てるね、見てみます、あとで、うん、それに出とったの、でそれを自分たち用に現場用に作ってほしいって言って、あの、まあ、リライブ加工だよね、だってうちのやつはリライブシャツではないよね、リライブ加工で、服とかもまあちょっと高機能に変えて、まあ、自分たちで現場用にあの作ったんだけど、まあ、ちょっと金かけすぎたけど、まあ、もうちょっと売れなかったね、あれね、うん、まあ結構今売れとんよね、うん、こうやってこう詐欺サイトができるといかんな、うちの評判が下がっちゃうよね、そうですね、送ったらそういう連絡が来るの、あんたとか送ったけど、うわ、来ないですね、多分購入者が直接どっか消費者サイトかなんかに通報するのです、ああ、うちに責任は来ないんだ。は来ないと思います。逆に本当に、あの、この動画見て、いや、実はこれに騙されたんだよって人、連絡来てほしいね。本当ですね。うん。まあ、あげるとかできんけど、そうしたら、インチキできるじゃん。俺もこれ買ったんだけど、って。ね、まあ本当に証拠とか出せやさ、まあ考えたってもいいけど。はい、視聴者の皆さん、中野シャツ、ぜひ購入してください、お願いします。お願いします。そっちじゃねえんだろ。詐欺サイトの話だったよ。あ、そうか。そうだった。突っ込めよ。本当に使えんだろと、リエビ。でもなんかリエビアがちょこちょこ増えてきてるよね。増えてますね。増えてるね。うん。そうか。もう、ダメダメです、今日。ね。はい。頑張ります。もう4回 ?5 回もう今日で5回目じゃない撮影。撮影投稿。ね。はい、吉田さん、またあ、そうそう、あと6月じゃない、今9月、9月は頭だったかな、ちょっと日程、これもう出てると思うけど、まだ今現時点で出てないけど、今朝の打ち合わせで何曜日だ、ちょっと俺もはっきり忘れた、土曜日か日曜日にあの大阪、今度あの SNS 勉強会開催決定しましたので、ぜひそちらの方も来てください、よろしくお願いします、せーの、また見てね、おお、ちゃんと行った、ありがとうございます、いやな、どや顔して声がちゃんと分かれんだろうか、そうですよねスイッチを切ってよろしいでしょうか、はい、大丈夫です